はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。今回はハーツオブアイアン4、イタリア王国でのプレー続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、イタリア海軍の脆弱な海軍兵力で、イタリアじゃない、イギリス海軍との正面決戦、来るべき戦いに備えるということをもうやめてですね、対艦攻撃機、飛行機ですねを大量に地中海一帯に配備するという戦略的な大きな見直しを行いました。今回はその続きになります。では早速時間を進めていきましょう。で、海兵隊が終わったので、海兵隊を次どうするかですね。陸軍はね、とはいえある程度しっかり鍛えていきたいところにはなるので、陸軍はしっかりやっていきましょう。ハルカノが、そうか、新しい装備に変えられるんだな。じゃあこれを変えていきましょう。やっぱりね、前回に引き続きなんですけど、鉄が足りなすぎるな。生産のラインから、そうだな、6ヶ月経ったらレジナ・マルゲリータ級が就航するので、レジナ・マルゲリータ級をちょっと下げたいかな、さっさとね。あと、海洋ドゥイリオ級が、海洋ドゥイリオ級はもう終わったか、もう就航してますね、海洋ドゥイリオ級は。ちょっとじゃあそれを見ていきましょう。いるね、海洋ドゥイリオ級。戦艦1隻と潜水艦が5隻。そしたら、主力艦、海洋ドゥイリオ級が入っているけど、イタリアの第3艦隊を久々に戻しましょう。で、海洋ドゥイリオ級を配備していきましょうか。チェコスロバキアの運命ということで、ドイツ軍が当該地域の地図の回復を表向きの理由に掲げ、ボヘミア及びモラビアに侵入したというところですね。空軍改革なんですけど、ジェットエンジンか。
ジェットエンジンの、まあ、ボーナスがかかる。まあ、どうかな。これじゃないよな、今必要なの。となると、要塞回の注力。まあ、要塞作るでもいいし、インフラ系か、で石油の産出か。いや、これ石油は欲しいけどな。どっちかっていうと今鉄が欲しいんだよね。鉄、鉄はどっかでもらえたりするのかな。ドイツ軍の協力とかまあいらないしな。秘密兵器、ロケット技術と核技術、これだな。で、イタリアの第三艦隊のどこにいるかというと、第三艦隊に海洋重量級を配備したいですからね。イタリアの第一艦隊に選べないな。下の方に来てくれないと選びづらくてしょうがないですね。そしたらしょうがないんでこのままにしておきましょうか。
リオ・ドゥイリオ級をなんとかね前線に投入したいですからね。第一艦隊と第三艦隊、お、これでカイドウとイリオ級が入りましたね。で潜水艦も入ってるけどまあいいでしょう。総合的な艦隊として運用していきましょう。じゃこれを早速地中海に配備していきましょう。まあ、イタリア海軍の戦力だと、まあ、地中海を抑えておくっていうのがやっとだからな。あんまり欲張りをすると格好撃破のいい標的になってしまいますからね。どうなんだろう、まずはイギリスを追い出したいよな。フランスは多分攻めてくる余裕はないんじゃないかなと思うので、どちらかというとイギリスをまずはアフリカ大陸から追い出しましょう。Sì, signore. Avanzate!厳しいな、装備品が全然届いてないね。支援装備が4しか届いていないと、ひどいな。やっぱり生産ラインの見直しが必要だな。まあ分かってはいるんですけどね、鉄がないとどうにもならないとなると、まあちょっと支援装備を上に持っていきますか。優先度上げましょう。支援装備を。あと、軽戦車ね。飛行機の優先度をちょっと下げましょう。まあ今まで飛行機だいぶ作り置きしてあるので、まあ飛行機はいいでしょうと。対艦攻撃機がだいぶ数が揃ってきてるの、ほんと心強いな。飛行機の数をね、どれくらいまとまった数用意しておくのが理想的なのかっていうのがね、なんかもうちょっとやっていけば分かりそうな気もするんですけどね。ここにまた対艦攻撃機を大量に配備していきましょう。まあ、いずれ参戦してはくるんでしょうけど、ドイツがフランスに侵攻したタイミングでこちらも負けじとパリを侵攻していきましょう。戦略爆撃機もだいぶ数がたまってるな。
ドイツとソビエト連邦の外交官は本日協定の調印にいわゆる歴史的合意を締結したと。独ソ不可侵ですね。これでいよいよポーランド侵攻が近づいてきたのかな。航空優勢にしましょう。戦場支援を検討していきます。で、あとは国家保身ですね。秘密兵器、あとはどうしようかな。方針という意味で言うと、空軍改革にはさっき言ったように終わったけど、ジェットエンジンへの注力はもったいないのでやめて陸軍の近代化にしますか。あとは政治顧問、いや政治顧問よりもやることあるだろう。他に艦船設計者、海軍長官、どっちもどっちだけど海軍長官にするか。空母艦載機、艦隊決戦、通商破壊、まあ艦隊決戦かな。今現状空母持ってませんからね。欲しいですけど空母。あとは戦略爆撃機だったらどうだろうな。どこに配備するのがいいんだろう。戦略爆撃機だったら近いとこがいいよね、敵に。飛行機の数は本当に数は揃ってきたんで制空権は取れそうな、そんな感じかな。共産主義を禁じるとフランスがね、まあ、いよいよ対戦が近づいてきたな。イギリス軍、フランス軍と交戦することを考えると近接航空支援機はいくらあっても足りない。シシニョレ、だいぶ航空戦力は充実してきたと勝手に思ってるんだけど、どうなんだろう。さあ、いよいよ楽しみな戦いになってきましたよ。これはThank you.
にかくね戦闘機系は近接航空支援機も含めてフランスとの国境付近に展開させていきましょう。ちょっとね、歩兵の数が揃えられてないっていうのが心配な要因ではあるんですけどね。ちょっとずつかな、まだまだ行き渡っては来ないですね。トスカーナに全く飛行機が配備されてないか。トスカーナ地方にちょっと後ほど航空機をばらまいていきましょう。イギリス海軍が強いからな、まあ、陸軍ももちろん強いんですけどね。どれだけ陣営に含められるかだな。まあ、ドイツはかなり活発に動いてるからね。さて、ひどい物資不足ですと言われてるけど、いやーそう言われてるな。一応ちゃんとね、その制海権は得ているので物資の輸送はできるはずなんですよね。部隊の物資が欠乏しています。このような状況を改善するためにはこれから述べることの一つを行うといいでしょう。地方の消費量を減らすために部隊を散開させるか、その地方から移動させる。インフラの整備を進めて首都からのボトルネックを確実になくす。海上輸送であれば輸送などと輸送先プロビンスと海軍基地を整備する。十分な数の輸送船を作る。その航路における輸送船の海軍の防衛部隊をつける。ちょっとこの辺りに船団護衛を入れておきますか。じゃあとはいえね、
まだ改善していないので、どことも何も起きないんですけどね。工場が一つやっと立ったが、生産ラインに投入していきましょう。おお、ついにドイツがポーランドに侵攻するか。ドイツがポーランドに宣戦布告。そしたら義勇軍を、義勇兵を送りましょう。こちらもランドが連合国に加盟か。陸軍の近代化はできましたね。いやー、どうする？戦争に参加するか？ちょっと怖いな。参戦要求が来てるね。ちょっと一旦時間を止めて考えましょう。ちゃんとまずは陸軍の近代化はできたので、特殊部隊を次やりますか。いや、特殊部隊はでも必要ないよな。そしたら要塞への注力にしておきますか。ドイツからの参戦要求。いやー、どうするかな。敵国多いでしょう。だってポーランド、イギリス、フランス、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、まああとはイギリスの植民地ですね。いやー、開いちゃったからな。しかも、ね、これってあんまりうまみないよな、ポーランド。ここは拒否だな。やめときましょう。はい、というわけでついにドイツがポーランドへ侵攻を開始しましたね。イギリスとしては今後ちょっと、イタリアとしては今後ちょっとどう振る舞うかっていうのはね、要検討ですね。はい、というわけで、今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。まあ日本もそろそろね、宣戦布告し始める頃だと思いますので、身の振り方を次回はきっちり決めていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。